浦市民そして茨城県民にとっても大きな誇りとなるものでございます。ぜひ紫紺の優勝旗を土浦に持ち帰ってきてくれることを期待をしております。このチームは秋の関東で横浜という優勝候補を倒して、波に乗って、決勝まで行ったチームです。1試合目が勝てれば去年の成績以上を望めるんじゃないかな。甲子園では茨城県代表そして土浦市の代表として一戦一戦全力で一戦一勝で戦っていきます。ピッチャーの方だけきちっと仕上げて、いけばそんなに離れるっていうことはないと思うので、あとは緊張感が初出場じゃないですけども甲子園初登場の人がいるので、それを選手らを和らげて入りたいと思ってます、はい、優勝なんですけど一戦一戦先を見ないで一戦一勝ということで戦っていきたいです。でモチベーションというかやっぱり調子もいいのでしっかり1回戦までに照準合わせてしっかり調整してしっかり準備してやっていきたいです。